ビビビビビビ徹子の気まぐれ TV ビビビビビビビはい、今回も始まります。始まりました。何かすごい、もうなんといってもこれはね、本当の中国のあの宮廷服ってやつですかね。宮廷服で、あのこれがまあアンティークでよくパーティーなんかにもお召しになってたっていうことで。そうです、昔はよく着てましたね。こちら側に見せていただいて、こんなのね平気で着てたけど、今もったいなくて、ちょっと、はい、万が一のことがあっていけないね。素敵店でもあのこれね飾らせていただいて、本物の中国の宮廷服ですね。でもこれ、ま、すごいね、ここにねアプリケで模様を足してるんです ね。だからすごいね。こう修復は入ってるんでしょう ね。穴が開いてるところとかに刺繍を入れてるんでしょう ね。これね、うん、ちょっとアップで撮ってみましょうか、ね、こんなのも全部ここのアプリケですよ。これアプリケ、ここにすごいアプリケ ね。ここ刺繍すごい、やっぱり刺繍すごい。でちょっと下ろしていただいて、はい、この辺のね首のあたりなんかも、そうですかね、やっぱりね。そしてここにこう違う生地がこう入れある。こんなものが手に入ったっていうのはね、ものすごいね、あのお袖、うん、袖とこのお袖のこのリボンみたいなところが綺麗ですね。全部綺麗、おリボン、はい、この袖なんかのすごい、はい。ということで今日は、徹子さんと僕が集めてる篠あずりのものを特集しました。特集します。中国風と言います。まあ、中国趣味、篠あずりは中国趣味ですけど、これはもう趣味じゃなくてもう中国の本物ですね。で、まあ、篠あずりっていうのは例えば、これなんかはあのマイセンのパゴダって言って、これ僕パゴダをいくつか集めてるんですけれども、これねちょっと怖いと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、手でこう動きまして、で首がこう振り子がついてまして、揺れて舌が出るんです、ね、ペロ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 で、頭なんかもこう手で描いてるんですけど、ものすごく細かく毛がねすごい。でこれがまあヨーロッパの人たちがその中国趣味篠あずりを好んでコレクションしてるんで、マイセンがこれは作ってます。でこれもねマイセンなんですけれども、これも中国の篠あずりですよね。なんかこう仮面を背負ってる中国服を着たおじさんが風車みたいなものを持っていますね。何かこうお芝居かなんかのあれなのかもしれないですね。でこれちょっと見てください。これもこれはねちょっとどこのっていう前線とかそういうのはないんですけど、これこう見ていただくと、あらちょっとこう開けてみてください。いいな、開けてみて。ちょっとこれね、あらなんて綺麗なんでしょう。あら蓋の中にも、あらびっくりした、蓋の中にも、これ全部焼き物？焼き物ですね。で、はい、この横のここのとこの模様もすごい。でこれもね完全なこう篠あずりですね。すごい。篠あずりのもう税に任せてなんていうの？作らせたものであろうから。でこれも実はこれ僕が作った篠あずりの。あののりたけチャイナってあるでしょ、ええ、あそことコラボして作った篠あずりの、ティーセットで、まあ、これはあのコーヒーカップとかいろいろお皿とかもあるんですけれども、こういう感じになって、後ろにもこんな絵があって、すごく素敵で、これはねあののりたけさんとコラボしてね作らせてデザインさせていただいたものなんですね。いいですね。でこういうのがこう篠あずりっていう感じで、日本でもね中国風のこの篠あずりが好きな方たくさんいらっしゃると思います。ええ、あと僕が持っているものはこれ。これは僕が上海に行った時に中国での上海の都店で買ったお皿なんですけれども、これがまあ唯一気に入ったものはこれしかなくて、これを買ったんですね。でこれをデザインが気に入って作ったドレスがこちらになります。あ、そうなの。はい、ほら柄が似てるでしょ。同じ色、ほらこういうとこね、うん、すごい。これでこう作ったものなんですね。あ、そうなの。翡翠とこのフリンジがこうついたりとかして、あ、綺麗。この私たちの後ろにあるものは何ですか？これも
中国のお皿のこの華やかなお皿ありますよね。あれをその本物の柄をそのまんまあの図案化して刺繍したものなんですね。お皿から取った模様なの。お皿から取った模様です。ちょっとご覧いただけますか。あら綺麗。これはよくあるでしょ。こういうお皿がある。あの国境博物館とかに行くと。でここはね裏側の部分の模様をこう足して作ったんですけど、うん、すごい綺麗。これね驚くことにうちの教室の生徒さんたちが課題としてこれを作っちゃうんですよ。本当にすごいでしょ、うん、オートクチュールの刺繍ずっともう10年とか皆さんやってるからこれを作っちゃうんですよ。すごいでしょ。そしてですね、うん、今回はこの徹子さんがお召しになってるこの衣装ちょっとお立ちになっていただいてよろしいでしょうか。いいですよ、もちろんです、はい、こういうふうになってってそれでこっちがそこはい、そんな感じですね。後ろに立ってもいいけど正面が悪いかもしれないんでねそれでいいですよ、そこでこれ全部本当の刺繍してあるんですもんね。びっくりしちゃう。どうしてこういう趣味のいいものを作ろうと思うのかと思うほどとこの地の色がまたじゃあそしていよいよ徹子さんの、はい宮廷服コレクション。これ素敵店なんかでもね、はい、お見せしましたけれども、ね、これです。まず。びっくりしますね、この刺繍には。これね、どうでしょう。ここら辺のところの刺繍全部手でやった刺繍でしょ。これは着たことあるんですか。これあまり着たことないです。ちょっと撮ってみますね。ええ。ここなんてすごいですよ。人がいっぱいいる。馬に乗って2人乗ってその下に人がいっぱいいますね。そう馬に2人乗ってるのがすごいですよね。このねトリミングがまたこのおリボン織物なんですかね。そのおリボンもね。でここのところにはこう風景の中宮廷人がごちゃごちゃここもごちゃごちゃいる人がすごいですね、うん。この蝶々なんかも細かい細かい、ほんとね。ほら細かいアップに耐えられますって感じですよね。ほんとね、すごいと思う。そして首のところはこの感じでみんながね、これを見てこの首の太さが入るのかどうかって揉めてたんですけど、スタイリストの人が徹子さんは入ってたってだから絶対に入るって言ってました。入ってましたね、うん。でこの脇なんかはこんな風にねもうデザインがしてあるんですよね、うん、こういう形ですごいね。でもこんな風にして下の方もこうデザインが。これ女の人が着てたのかしら男の人が着てたのかしらね。そうですかね。でも女の人なんじゃないですかね。すごい。これすごいですね、うん。後ろも見ときますか。はい。あ後ろもすごい。後ろもこんな感じです。後ろすごい綺麗。ね、このグループがいくつもある。丸いねグループが一つ。すごい。あこれねあれよ竜をみんな持っててじゃん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 ってやって。お正月。お正月横浜なんかでやってじゃん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 とか言って竜をみんなが持って走る。そういうのやってる。あここのお袖も可愛いです。すごいわねよく見れば。こんな風にまた違う種類の刺繍ね。綺麗ですねこれね。綺麗ね。このところもほら私もよく見なかったけどその裾でもすごい綺麗な刺繍ね。すごいです、うん。はい、じゃあ続きましてはい行きたいと思います。今持ってきていただいたの私すごく好きなんだけどこれすごいと思うの私。一体全体どうすらこういうデザインが。そうですよね。でしかもこれは、ね、織物、織物なんですよ、うん。でここの部分、うん、これは後から足したのかもともとあるのか分かんないですけど、うん、ここは刺繍したものがアップリケされてるんです ね。だからここだけすごく立体的になってるんです。で胸のまん丸は織物なんでしょ。でここも織物ですしここも織物でこの中心のところだけがなんですね。じゃあちょっと撮ってみますね。ここは織物です。でここも織物になってるんですがここの部分ですね。ここの部分ここがアプリケみたいになってる。後からつけたきっとやってみたらばそこが寂しかったんでしょうね。かそのこれをこの柄を織るのは難しいので、うん、
後から足した、うん、後からもう入れることを想定してたとか、あもしかするとね、ここのその方のバラのところもそうです、ね、バラじゃないやつ、お花のところもここもアプリケしてますね、刺繍して、そうですよね、でここはそのこの模様はこれね、よく中国の、刺繍中国の、これはあの織物ですね、うん、こうなってます、すごい、で襟元はこんな感じですね、そうで、これもちょっと後ろしてみますかね、綺麗、デザインがね大きく真ん中にあって2つ、ね、ここはほら中心だから、ここにはね、うん、さっきのあれはないんですね、刺繍がね、やっぱ前だけ刺繍はあるんですね、うん、前だけ、お袖がね、これ見えますか、こんだけ長いんですよ、だからもう手は出ないっていうことですね、手は見せないようにして手をここに入れてるっていう感じなんですかね、綺麗ね、はい、すごく綺麗、いいですよね、大胆、なんとも言えず、そうミュージアムピースです、皆さんこれもね、素敵店で飾りましたよ、そうでしたっけ、僕175、6ですけど、このぐらいの、ね、そうね、女の人のね、うん、はい、続きましてはなんと実際に着てる、あら、検証写真がありました、なんでしょうこれ、後ろの方に中国人の書いたあのあれがありますよね、書が、ね、中国料理屋さんかしら、これ、いや、あれですかね、台湾とかどこか、あ、そうかもしれないですね、このお洋服を私に売ってくれた人かもしれない、これちょっと今からお見せしますね、何十年前かしらね、そうですね、20年ぐらい前、いや、もっと前だと思いますよ、じゃあ私の顔から来ると30年ぐらい前かしらはい、これも可愛いですね、すごい、その真ん中のバラとか全部それ刺繍ですもんね、周りね、鳥とかバラとかで、これのね、すごいところは、ここ、このはっきり見える模様のところありますよね、ここは刺繍をしてないくて、この生地が見えてるんですね、うん、刺繍をしてない部分で、このデザインをこう表現してるっていう、よくね、刺繍のテクニックであるんですけれども、そうなの、すごいですね、で、ここは刺繍した生地でパッチワークして、このバラとか鳥とか、はい、やってるんですね、すごい、で、下の方の裾がね、裾がすごいです、じゃあちょっと撮ってみますね、こうですよ皆さん、鳥がいっぱいいるのね、いろんな鳥が、こんな感じになってます、本当にいろんな種類の鳥がいますよね、うん、そしてここの横はやっぱりこうボーダーのリボンなんですね、リボンみたいなね、だからちょっと縦に、でもそこに蝶々とかいろんなね、裾の方もこんな風に、すごい、でそこにまたいっぱい鳥とか水鳥、そう、いろんな鳥がね、いますね、水鳥も、こっちは水鳥もいま す, そ, うです、ね、そしてお袖のところはこんな風に金糸を使って鳥が刺繍してあります、すごい、ちょっと後ろも見てみますかね、うん、綺麗、これは割とあのシンプルにオリボンとこの刺繍とっていう形で、すごく綺麗、このね、パッチワークで少しこの水色の方の刺繍の生地がこう盛り上がってるような感じでこう見えてるんですね、すごい、それからこのオリボンがまた小さい鉢とか、そうです、バラとか、はい、すごい、その鉢すごくありますね、はい、これ鉢、それ、そうですね、ここの鳥もクジャクもいる、ここクジャク、そんな小さいところにね、クジャク入れちゃうのすごいのね、すごいですね、うん、このね、この模様がね、やっぱそうですね、この鳥なんかね、見て、この鳥見て、この鳥刺繍、この鳥の刺繍の手際を見てあげてください、はい、見てあげましょう、中国の方のこのそうかありません、そうですね、はい、鶴もいる、やっぱり鶴っていいんですかね、向こうでも、そうですね、すごい、で、まあこれもあの素敵店
やった時にね、徹子さんのコレクションと僕の中国のこういう品ずれのコレクションとまとめてね、シノワのコーナーっていうのを作ってご覧いただいたんですけど、またね機会があったらば素敵だよね。そうですね、皆様にね、近くでねこの刺繍を見ていただくといいと思っております。それでは今日はこの辺で。お出前なの？早いですよ。お話しますね。今日なんかね、今日はすごい薪が入ってますね。あ、そうですか。それじゃ今日はいろいろやることがたくさんあるようなので、ビビビビビビ。それでは今日はこの辺で、はい、まあ、お目にかけて見ていただきましてね。じゃあね、ごきげんよう。